皆さん、こんにちは。現在、シンガポールスマッシュ2024が開催されています。東京五輪シングルスの枠をかけて戦っていた伊藤美誠選手と平野美宇選手ですが、今大会の3回戦でぶつかりました。WTT シンガポールスマッシュ女子シングルス2回戦で、パリ五輪日本代表の平野美宇選手が強豪のサマラを3対0で下し、3回戦に進出しました。伊藤美誠選手と対戦することになり、世間では注目を集めていました。伊藤美誠選手は2回戦でリュウ・ヤンズーに勝利しました。中国メディア、ソウフは、平野が伊藤と16強で対決との記事を掲載し、平野と伊藤との試合は非常に注目だ。2人と同じ山にはワンマンユラ、中国の強豪もいる。2人の日本を代表する選手が、観客にさらなる興奮をもたらすパフォーマンスを披露してくれるのか、大いに期待したいと伝えました。一方、新郎体育は、日本のスター伊藤は前進を続け、ヤンを3対0で下した。しかし次のラウンドは平野美宇であり、伊藤は勝ってワンマンユと対戦できるとは言いにくいと予測し、伊藤美誠選手は平野美宇選手に勝てないという評価でした。しかし女子シングルス3回戦で伊藤美誠選手がパリ五輪日本代表の平野美宇選手をゲームカウント3対2で下し、8強入りを果たしました。伊藤美誠選手は2月の世界卓球から好調をキープしている平野美宇選手にフルゲームの接戦の末、黄金世代対決を逆転で制しました。平野美宇選手は1回戦で同じくパリ五輪シングルス代表の早田ひな選手を3対0のストレートで勝利を収めていました。幼少期から卓球に全てを捧げ、今現在も切磋琢磨し続けている伊藤美誠選手と平野美宇選手のライバル対決は、大会公式も熱い視線を注いでいました。ワールドテーブルテニス WTT の公式 X は試合開始直前に2人の小さい頃の写真を共有、仲良くピースサインで収まる写真に昔々のことと綴り、美誠伊藤 VS 美宇平野がこの後対戦すると報告しながら、ライバル対決の結末に注目していました。微笑ましい写真に日本の卓球ファンは即反応、白熱した試合にコメント欄は活況を呈しました。会場では幼い頃の2人の写真が映し出され、長い間ライバルとして切磋琢磨してきた美宇美誠コンビ、第1ゲームはお互いにストレートへのバックハンドを決めるなど、序盤から激しい攻撃でポイントを奪い合う展開となりました。中盤の連続ポイントで伊藤美誠選手が 7-4 とリードすると、先にゲームポイントを奪い、最後は回り込んでからのフォアを決め 11-8 で先取。第2ゲームも 4-4 と拮抗する展開から、平野美宇選手のサーブで伊藤美誠選手が再び回り込む攻撃を見せ、平野美宇選手のバックをフォアで打ち返すなど 7-5 とリードします。ですが 9-9 で並ぶとデュースの接戦になり、平野美宇選手がサーブでポイントを奪うと、最後は高い打点のバックハンドで奪い、第2ゲームを奪い返しました。第3ゲームは平野美宇選手が 7-5 でリードすると、回転量の多いレシーブで伊藤美誠選手を崩し、伊藤美誠選手のフォアがオーバーするなどミスが続き、平野美宇選手が 11-7 で連取します。後がなくなった伊藤美誠選手は、第4ゲームも序盤は冴えていたフォアが決まらず 1-5 と劣勢になります。ですが徐々に粘りを見せ 10-10 のデュースへ。ここで平野美宇選手のバックのレシーブが外れ、伊藤美誠選手がゲームポイントを奪うと、平野美宇選手の粘りに苦しみながらも攻めの姿勢を貫き 16-14 で勝負は最終ゲームへもつれ込む形となりました。第5ゲームは完全にリズムをつかんだ伊藤美誠選手が4連続ポイントでリードすると、一方的な展開となり 11-1 で見事逆転勝利を収めました。試合後、伊藤美誠選手は、第4ゲームをものにしたのが大きかった、最後は頭をフル回転して頑張りましたと激闘を振り返りました。パリ五輪シングルスの枠を獲得した上に、前回の世界卓球で目覚ましい活躍を見せ、勢いづいていた平野美宇選手でしたが、ライバルの伊藤美誠選手に敗れてしまいました。卓球王国中国メディアは、明らかに状態が戻らずと第4ゲーム後の平野美宇選手の異変を指摘していました。この試合には卓球王国中国も注目していました。中国版 SNS ウェイボーでは、結果に対するさまざまな反応が集まったほか、同国メディア新郎体育は、平野美宇敗退、マッチポイントを3回逃してメンタル崩壊、最終ゲーム 1-2 対 3-1-1
伊藤美誠が3位対3位で笑顔で発狂との見出しを打って記事を掲載していました。記事では平野美宇選手が1回戦で早田ひな選手を相手にストレート勝ちしたことを回顧しながら、伊藤美誠選手との対戦は見応えのある試合を繰り広げたが、今回は好機を逸して敗れたとしています。勝利を目前とした第4ゲームにパフォーマンスに起伏が生じ、マッチポイントを3度逃した後、14-2対3-16でゲームを落としたとも綴りました。伊藤美誠選手は試合後の場内インタビューで、4ゲーム目に挽回して勝つことができたことで自分の中でリフレッシュして5ゲーム目に臨めたと語りましたが、同メディアも4ゲーム目の結果が平野美宇選手に異変をもたらしたと指摘します。最終ゲーム、平野美宇は第4ゲームを失ったことが頭から離れない様子で、明らかに状態が戻らず結局12-3-11で惨敗したと平野美宇選手の異変について綴りました。今大会ではダブルスの試合も行われていました。現地3月11日女子ダブルス1回戦が行われ、平野美宇、張本美和のペアがインドのスティルタムカルジー、アイヒカムカルジーと対戦しています。ゲームカウント2-3で敗れ、いきなり初戦で姿を消したのです。両ペアは互角の展開も、平野、張本組は中盤からポイントを失い5-9で追い込まれます。しかしここから驚異の3連続ポイントを奪取して粘りを見せるも、最後は相手のサービスに屈し万事休す9-11で落とし、初戦敗退が決まった瞬間、平野は両膝をガクッと落としました。もしかするとこのダブルスの試合の件を引きずっていた可能性もありますね。まさか世界卓球で中国に激戦を展開した2人のペアが初戦敗退するとは、観客はもちろん本人も予想はしていなかったはずですからね。これまでも切磋琢磨してきた同世代対決を制した伊藤美誠選手、パリ五輪メンバー選考から漏れた悔しさを晴らすような劇的な勝利には卓球大国も沸きました。中国の蘇武は伊藤が同世代である平野との攻防での逆風を吹き飛ばした、やはり彼女の実力に疑いの余地などないと伊藤美誠選手の勝負強さが際立った試合展開を強調すると、伊藤には拍手をするべきだ、こういう強者がいてこそ中国卓球界にとっても成長の源となると論じました。また中国のスポーツメディア新郎体育は、これほど重要な局面であえて危険を冒した大胆な勝負ができるのは孫穎莎と伊藤美誠だけだと指摘、平野美宇選手に対して積極果敢に攻め抜いた伊藤美誠選手の姿勢と胆力が世界有数のものであるとしていました。平野美宇選手との攻防はもはや技術力ではなくメンタルの削り合いとなっていましたね。その中で伊藤美誠選手はミスを恐れず果敢にアクションを起こし、あれだけのクオリティの高いプレーを立て続けに見せてくれました。その大きな精神力は常人には到底及ばないものだと思います。強靭な精神力を勝負どころで発揮した伊藤美誠選手、パリ五輪落選から立ち直ろうとする彼女が土壇場で見せた力強さには世界が魅了されたようです。勝った伊藤美誠選手に対してはウェイボーでも様々なコメントが書き込まれました。東京五輪では混合ダブルスでの金メダルを含む3つのメダルを獲得、中国選手相手にも渡り合ってきた23歳に五輪で金メダルを取った選手の勝利への執念は永遠に軽く見てはならない。美誠、春が戻ってきたね。第4ゲームを見た時には美誠が負けるんだと思っていたのに、あそこから試合をひっくり返すなんてすごい。第4ゲーム神がかっていた、すごく頭を使ったよね、逆風を跳ね返したなどと称賛の言葉が送られていました。自分に勝ったね、あんなに難しい局面をそのまま乗り切るなんて、今日は本当に泣いた、伊藤おめでとう、すごく感動した、見ていて泣いたと涙したことを書き込むファンまでいた。一方平野美宇選手についても、平野はやっぱり神になったり幽霊になったり、第5ゲームは一体どういうこと、理解不能、イーシャと対戦するのを見たかったのになどと書き込まれていました。いかがだったでしょうか。今回は伊藤美誠選手と平野美宇選手について見ていきました。熱戦を繰り広げた2人がとても話題となっていました。皆さんはどちらが勝つと思っていましたか。よかったらコメントで皆さんの考えや感想を聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価をお願いします。